こんにちは、肥後です。2024年6月20日先ほど日沼駅にいましたが、バイクで日沼のほとりまでやってきました。日沼の南西部分は干拓によって水田が開かれたところのようです。干拓のいきさつなどがこの日沼干拓の碑に刻まれています。日沼干拓の碑は Google マップを見まして、この赤い矢印のところにあります。時刻は午後5時30分ぐらいですね。6月の20日ですから、日は沈みかけていますが、まだ暗くなるまでには時間がありそうです。日沼のほとりを西の方に歩いていきますと、日沼干拓機場というんでしょうか、水門やポンプがある場所、そういったものがあります。 Google の地図で見ますと、この赤の矢印のあたりです。このあたりは茨城県の風景の中でも私が最も好きなものの一つです。さて、日沼干拓機場のあたりから、湖沿いに歩いて阿掛公園の方へ向かってみようと思います。この時はこの経路が大冒険になるとはまだ夢にも思いませんでした。何匹かのカニに出会いました。奥へ進みます。最初は車が通った後、私があったのでこのまま歩けるだろうと思ったのですが、道はさらに険しくなってきました。今思えばカニが行く手を阻むように、あっちへ行け、元へ戻れと言っていたような気もします。やっと田んぼが広がる開けた地に出ました。日沼が見えます。そして農作業の車が入ったと思われる道、いい具合に日が暮れてきました。密林の中を歩いてやっと人に出会えたという感じです。地元の方が釣りをしておられます。鈴をつけた猫もいたのですが、カメラを向けようとしたら逃げられてしまいました。やっと人里にたどり着き、舗装道路を歩いて阿掛公園の先端の方へ向かいました。神社というか小さな祠を見つけましたので訪れてみます。
この辺りにはカニがたくさんいまして、ここでもカニが一匹横の方へ向かって歩いています。Google マップにはあんかけ公園の写真としてこの木でできた展望台が載っていました。これを目印に歩いてきたのですが、いざたどり着いてみるとなんか大したことのないしょぼい建築物だなという感じがしました。あまり高くはありませんが、この展望台からは日沼の西半分を眺めることができるようです。日沼干拓機場からあんがけ公園に向かう道はワイルドに行きましたが、帰りは集落のある舗装道路を通って県道16号に戻り、また日沼干拓の日のあるところへ戻ってきました。この風景が私はとても好きです。県道16号なんですけれど、大洗の方から御霊の方に向かうときにこのまっすぐの開けた県道16号、ここを通るととっても気分が上がります。スカイマークの旅客機がギアを出してフラップを下ろして茨城空港へ降りようとしているところです。この日は珍しく F-15 戦闘機が飛んでいました。この坂を降りると視界が左右にドンと開けまして、とても気分が上がります。向こうに見える交差点にはミニストップがあります。本来ならバイクにドラレコをつけまして、ここを走って映像を撮って皆さんにお見せしたいと思うところです。航空自衛隊百里基地には第三飛行隊の F-2 戦闘機が普段飛んでいるんですけれど、この日はたまたま小松基地から第303飛行隊および第306飛行隊の F-15 戦闘機が訓練のために来ていたようです。 F-15 戦闘機が降りてきました。ギアを出しています。さらにエアブレーキを展開して減速しています。百里基地の滑走路へ降りていくところです。だいぶ暗くなってきました。道を行く自動車のヘッドライトがきれいに光っています。この日は夕焼けがきれいでした。この辺りに住んでいる方々にとっては当たり前の光景かもしれませんが、私にとっては非常に心を揺さぶられる光景です。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。肥後がお送りしました。さようなら。